こんにちは、リュウ投資のアビタカと申します。以後道の駅はさっそー、じゃあね、以前ね、音声イベントが無事にね最終回を迎えられたということで、続いてはね、海洋レンタル冒険者やっていきたいと思います。という前にね、2月22日のアップデートのね様子を見てみましょう。だからこの時のアップデートがね、どうやらすんごい運営が大変だったらしくてねめちゃくちゃメンテがね延期に延期を重なって、なんか22時過ぎぐらいに終わるっていう感じなんですけどね。今ね、レンタル冒険者10話までやってるらしいんでね、今回実況はまず4話までやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、正確にはもっと、まあ、やれる限りのところまで行こうかなと思う。今回パイスブランがやっぱ舞台だよな。まあなるほどね。さすと今回はコルカの葛藤とか多分見れなさそうだな多分ないだろうな。でも新キャラ同士のね絡み、おっぱじめ、セックスだと思うんだけどねまあ僕はね、前回も語った通り、レンタル冒険者何でもやります、何でもできます。コルカがね、今回のイベントを経て、バーリッツとね奥さん娘のことで葛藤して苦しんでいくけどみたいな、そういったのをね語りたいなっていう勝手な妄想があるんだけどさ、言うのが新しい一番偉そうだと言うの、お前冒険者、お前あんな露出多いっつか、あんな原始的な服よりもね、お前こっちの方が似合ってるよ言うの、お前ちゃんと、なんだろうな、なんかテイルズの服装っぽい感じになってんだよな。個人的にこの肩パッドが一番大きいかな、今見る限り。なんか絵のタッチも変わってない、気のせいかな。じゃあツルツル、もしかしてみんななんか冒険者って、じゃあこれユーノの限定出るな、これもうこの時点で確定だよ。じゃあユーノの限定出るよ。今日いいね、いいね、めっちゃ健全じゃん待ってバカラ、500万ドラであれだ、指名手配されてるよ、あいつまだ許されてるんだ、パイスブラでいや言うのいいな、いいな。なんかそうそう、僕はやっぱこれを待ってた、こういう服装待ったんだよ。なんかテイルズ好きっつうか、ファンタジー好きのね身からしたら、すんごい言うのの服装がね刺さる。うん、これのファンタジーの世界だよみたいな感じだよ。ちなみにこれ何、僕に話しかけてるっていう体なの。あ、エドガー、オスオス。いやまさか言うの、なんかいろいろとエドの立ち変わってるもんな。なんかレオンハートみたいに立ち絵のもうポーズ自体が違うもんね。それいいよね。モンスター討伐の迷宮、はい、そういうことですよ。でそれがもうない最近平和すぎてねえんだよな。おーおお、剣を取り出すサブもあるんだ。なんか今回言うの気合入りすぎじゃん。わりかし言うの優遇されてる説ある。そりゃあれだもんな、結婚式イベントでも限定あったしさ、なんか言うの好きな人多いんかな。なんかたまにイラストでも見かけんだよな、言うの。なんだろう、これは何、なんかこうゲーム系の方々に刺さってんのかな、言うのは。よくわかんないけどいやそういう男性に刺さるっつったらさ、あれじゃないかな、どちらかというとさ、やっぱクレイブサーガのね愛着、丸顔の方がやっぱ好みな人多かったりするんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、こういうなんだろう、アナウンサールのさ、こういう縦長系のなんか、まあハンサムイケメン系の顔立ちでもね刺さる人はやっぱ刺さるんだなって感じですよね。妊婦仕事、妊婦仕事とかふざけんなマジでそっちじゃない。エドが募集ヴィランのいくつか差し出す、冒険魂に目を輝かせていたユウの瞳がみるみる熟もった。あんだけ彼氏作りて、薬て、作りてって言った言うのがね、あー、クラフトしかないんだあ、妊婦ってそういうこっち、なんか体売り払う方かと思ったけど、ちゃんとあれだ、肉体労働系のやつだ。もちいや男、いやもう男同士でもね結婚できるのがアナウンサーだから大丈夫です。レンタル冒険者、これでもうレンタル冒険者ってのが出てくるんだな。いよいよ言うの、やっぱファンタジー世界ってさ、冒険だもんな。いや、まあ、あれだよね。今回の背景は、そういったクエストが、もう討伐系クエストが少なくなってきてね、ウーバーイーツと貸したコルカそう、ウーバーイーツと貸したコルカなんです。どういうことですかおー、もう、なんか、気合入ってんな。もう、序盤から限定イラストがパッパッパーと出てくる。ウーバーイーツと貸したコルカ。これもね、あれか。母親じゃない、奥さんと娘、そう、家族を養うために、コルカが選んだ道なんだ。なんか葛藤があったらなと思うんだよな。ハッピーバレンタイン。バレンタインの時期か。もう終わったけど。一応2月とかバレンタインの時期なんだよな。モンスター討伐の依頼の単価が下がると、冒険者たちは、妊婦仕事を引き受けざるを得なくなった。あ、妊婦ってやっぱ、あれ、本当体っつか、ケツを売る仕事かと思ったけど、そうじゃなかった。ちゃんと肉体労働、派遣労働、そうだ、派遣会社みたいな感じだね。特に人気を集めたのは運びの仕事だ。箱の中身は経済の発展著しいセパイアからの密輸品がほとんど。危険なリリックから甘い劇薬チョコレートまで様々だ。いまだに劇薬チョコレートあるんだな。あ、チンコめちゃくちゃ大きくなっちゃうやつ。てか、マッスルグロー系のやつね。甘い気じゃねえんだよな、マッスルグロー。
もうバーリッツ出てきちゃったよ。いや、僕はコルカを信じてるぞ。お前はバーリッツと、あと家族との関係性、どっちをね、どうしようかみたいな感じで葛藤にね、悩まされてね、バーリッツに励まされてね、お前はね、自分の行く末をね、自分で決めるんだ。そう、今まではね、優柔不断、うじうじコルカとはおさらばだから、何やかに流れに身を任せるね、コルカとはおさらばだ。お前はここにてね、一皮むけていくんだぜ。って勝手に期待してるんだけど、多分ないだろうな。そういうかっこいいコルカ見たいんだけどな。バーリッツはナイフで器用に包装を剥がすと小箱を開いた。箱の中身には美しい包み紙が覆う、贈答品だ。バーリッツは難しそうにそれを破いた。金製品も、もう全然ダメじゃねえか。セパイヤもうただなんかブラックっつうか頭おかしいとことしてブラックリスト入りしてんな。バーリッツはそれだけ確認すると添付の手紙だけを机の上に分別する。それから、躊躇なく包み紙ごとチョコレートゴム箱に放り投げた。マッスルグロしないんか、バーリッツ。まあしねえだろうな。なるほどね。恨みを返したけど。この世界何がね、急に暗いというか、ああいうの来るからなのか。恐ろしいよな。そうだよ。レンタル運びや、ん レンタル冒険者これか。おめえは言及しちゃダメだ。おめえはただ働ければいいんだよ。まあ、日雇い、やっぱ派遣じゃないか。やっぱ派遣労働なんだよな。いや、この世界の服装も何回でもやっぱ現代チックにどんどんなってきてんな、本当にファンタジー世界なんだけど。完全ウーバーイーツとかしてるもんな。ファンタジー世界だけど、もう余裕でなんかジャケットとかこういった服装もあって、なんかもうあれだよね。明治、昭和時代ぐらいの文化にもう発展してんじゃねえかな、ここの世界って。また出たよ、お前のそのさ、バーリッツに対してのなんか、うじうじ誘いみたいな。お前もっと男らしく、バーリッツ、俺と飯を食えって言ってくればね、一枚で。ああ、今日、ほら、バーリッツが気を使うのが大変なんだぞ、これか。分かってんのか、お前。何回公式はバーリッツとコルカ推しらしいだと思うんだけど、バーリッツはエドガードを始めてるかな、スチールの方が。お、X。お前今回もケツあれかな。お前はレンタル冒険者に今回ケツ掘られて終わりなんだろうな。あ、バカラ一応こっちにやっぱ参入したんだ。いや、お前指名手配されたかった。まあバーリッツ一応バリじゃねえや。バカラ一応ね、改心したというのか分かんないけど、まあ助けてくれるならね、まあそれはよしかな。うん、セパイにいた頃よりもね、お前はきっといい環境下で働けるよ。強欲の魔王、マモンか。てかマモンやっぱ魔王なんだな、ひとまず。ゴブリンみたいな話があったけど、結局魔王なんだ。技術、なるほど。技術では、まあ、先やられて、いや、絶対そういった技術発展による、セパイアの戦争みたいなのが、ね、第6章のテーマなんだろうな。カジノマシンの中身、ああ、やっぱいろいろと繋がっていくね。なんかさ、アナウンサールってちゃんとイベントも実装本編みたいな扱いなんだよね。何が言いたいかっていうと、イベントの繋がりが未だにあるっていうのはね、なんかでかいよなと思うわ、ちゃんと。まあ、ある種、なんか、イベント単体でね、完結しなくて、なんか、前回イベントとかね、今までのイベントとの絡みがあるから、なんか、初めてこっから入る人とかね、ちょっと、ね、何のこと言ってんだろうってなっちゃうかもしんないけど、逆にね、こうやってね、昔から続けてる身としてはね、なんか、あ、これあの時のイベントことまだね、こうやって繋がってるんだっていうことで、なんか、古参中歓喜って感じです。どうなんだろう。みんなどう思いますかね。いや、まあ、失策でしたね。ちょっと反省してるのはよしよし。モーがお前優しすぎるんだよ。なるほど。じゃあ結局セパイアのね、取引はなしにはできないと。結局自由都市とね、合わせてパイセブランもなんとかやっていくしかねえよな、みたいな。あ、なんだ暴漢か暴漢どもか。またギャンブラー出てるじゃねえかよ、こいつら。ギャンブラー今度はクエストやってた。ちゃんと負債をね、なんだろう、返そうと頑張ってるやな、カイジ君。偉いよ、カイジ君。毎回 X 大変な目に遭ってんな。
貿易協定によるブロック経済は裏目となり、カジノ特区の設立による渾身の政策が失敗に終わった。連邦に蔓延するのは政権に対する失望と怒り、エクサイも王として豪健の足腰を踏ん張り耐えていた。うわ、結構大変な状況だったね、パイズマン。これもね、これなんだよね。そう、カジノイベントでのね、あの失策がちゃんとね、こうやって引き継がれてて、今こういう風になってるみたいな。単体で解決じゃない。ちゃんといろいろなね、今までのイベントがね、繋がってるっていうのはね、こう、古参として嬉しい描写でありますね。コーチに見切りをつけて若い冒険者たちは次々と経済に中心、セパへと、船出していたのである。あ、世界を変えたアビタカ君、オスオス。あ、世界を、この世の中を変えたい、その一心で。おお、ひとまず第1話はこれで終わりか。まあ、エクスはね、ずっと頑張っていらっしゃるということで、ね、偉いよ、偉いよ、偉いよ。お前、今回はちゃんと、あれだよな、快楽落ちしねえよな、きっと。はい、じゃあそしたらね、憧れの冒険者を見ない絶滅寸前、明日の飯代どうやって稼ぐ、体打って稼ぐ、削って稼ごうぜ。ちなみにね、白紙アナドスムにね、あれどっちに入れたんだっけ、ベンチに入れたんだっけな。あの、アトムスがね、入りました、アトムス。前回のパートが終わった後、10連分が、なんかできたんで、レンタル冒険者が、どっちだったっけな、ライを当てようとしたんだっけな。どっちかね、ピックアップガチャをやったんだけど、なぜかすり抜けてアトムス出てきちゃった。まあ、アトムスね、今回初めてゲットしたからね。で、ランクアップもさせました。ランクアップさせたんだけど、まだランクアップイラストはついてないっぽいわ。というわけで、アトムスをね、使ってみたいと思います。アトムス、ランクアップしたから色合いがちょっとオレンジ気味になってるって感じかな。アトムスは何これ、殴って攻撃か。殴って攻撃してると。この BGM なんか、前のカジノイベント、あれじゃない、なんか、振り切れてない感があるというか、不穏な BGM だな。なんかファンタジー世界だけど、ちょっと不穏な感じでね。ちょっと不穏な感じで残ってね、いいぞ、これ。いや、なんかどちらかというとカジノイベントの BGM っぽい感じになってねえか、これ。気のせいだったら別にいいんだけどね。じゃあ、バーリスも行ってこい。さっそう。とはいえ、所詮ね、2話の敵、序盤の敵なんてクソザコオスオスだから、こうやってもう適当に頭配置しちゃえば勝ちなわけですよ。余裕すぎー。さらに劣化も配置で余裕すぎー。さらにシャオロンの HP が、HP のなんかこう、回復範囲が、でっかくなっちゃった。ああ、行く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 、行けすぎ、行く行く。よりしでも召喚してと。さ、最近さ、なんだろう、仕事とプライベートが両方ちょっと忙しくなったりしたのと、僕のね、加齢による体力の低下なのか分かんないんだけどさ、マジで今、テイルズ・パルワードが2週間放置されてね、困ってるんだよね。最近アナウンサールばっかしね、投稿してるのって、実はそういう背景があって、テイルズ・パルワールドを実況するね、まとまった時間が取れなくて、結局30分で実況完結で、30分か40分で編集が終わる、アナウンサーに今正直甘えてる人はあるんですよね。あ、頭突きになるんだ、アトムス。アトムス、ちゃんとこっち側の方は可愛いっちゃ可愛いな。あ、そんな感じでね、そう。ちょっとね、いろいろと忙しくなってる関係でね、プライベートの時間が、ゲーム実況撮る時間がね、がっつり撮れないんですよね、なんか。だから結局アナウンサールばっかやっちゃってるっていうのがね、今、あれなんだけどね、アナウンサールばっかやっちゃってるってのも違うんだよね、正確には。アナウンサールの頻度もね、いつも通りぐらいで、とりあえずこれからは副業収入の時代、レンタル冒険者で君の人生、今日から大逆転。副業収入の時代はちょっとね、現代のね、20代の社会人には耳が痛いな、本当に。現代チックなんだよな。よし、じゃあやっていくか。ずっちゃ。まあ、そんなけんね。で、アナウンサールばっかやってるって思うかもしんないけど、実はアナウンサールもね、別に頻度変わってないんだよね。そう。だから単純にテイルズ・パルワードがやれてなくて、アナウンサールだけいつも通りやれてるだけなんだよ。そう。だから、で、それの投稿頻度的に今アナウンサールばっかやってねってなってるんだけど、そう、実際はね、アナウンサールもね、あんま変わらず、一週間一回程度しかやってないんだよね。そう。だからね、結局単純に今ネット活動の頻度が落ちてるんだよね。だから無事にやれてるのがアナウンサール程度っていうね。アナウンサールはやっぱね、前、なんかどっかでも語ったと思うんだけど、やっぱ実況はしやすいんですよね。実況が毎回30分、まあ、エロシティがあるときはちょっとその分のカットを挟んで40分か45分くらい実況するんだけど、そんぐらいやった後に、
そのぐらいやった後、編集だ。編集もね、なんだろう、その後やるんだけど、30分か1時間の間で終わるってか、1時間基本かかんないかな。だからね、やっぱりアナウンサーが一番実況しやすいから、なんかね、テイルズと今バルワールドが2週間放置されてるって分かってんだけど、結局無理だって思った時にはそこら辺を妥協してアナウンサーでひとまずね、お茶を濁そうってなるんですよね。あと単発実況とかもやってるかな。最近あの、なんかディナーダイナーとかもやったりしたけど、まあ、そんな感じなんですよね。だからね、アナウンサールもね、ちょっと別にそんなやれてるわけでもないんだよね。アナウンサールは、なんか継続的にね、あの、今までと同じ頻度でやれて、パルファルドと、セイルズが今そもそもやれてないっていう、そう、本末転倒なんだよ。逆にアナウンサールをちょっとね、減らして、いや、無理だな。そもそも空き時間ががっつり取れてねえんだよな、今。テイルズとパルワールドは実況に1時間半か2時間、動画編集に1時間か2時間ぐらいかかるからさ、そんぐらいまとまった時間欲しいんですけどね、それがなかなかないんですよね。でひとまずね、4話、元名士の息子。これ多分イベントキャラが出てくるんじゃねえかな。行ってみよう！チンポー！あー、出た出た！なんかこの、リオンっていうかお前、リオン、え、リオン、お前、あいつか、お前、マジで。チリも残さぬ奥義ジョーはめっしょい闇の炎に抱かれてバカだー。今日もやってるな。リオンか。リオンマグナスか。なるほど、そうきたか。交わらざれしの今もたらされる切な奇跡、時を経て、これ融合せに、未来の態度、偽証剣、僕は、過去を断ち切る。チレ魔人煉獄殺のリオンですよね。こんにちは、ファンです。これ、前も言ったけど、クレイブサーガーのあいつに似てるよな。いや、リオンマグナス似てる。リオンマグナス似てるは絶対ないんだよな。色合いが黒ってことしか似てなくね。キマイラ、はぁ、ふざけんな。キマイラってなんかあれなの、なんか、海外から移住してきてる人みたいな、そういうポジションなの。これが名士の息子みたいな、チャボ。ほら、リオンとチャボがなんかね、絡むんだよね。お、ウーバーイーツコールか、オストス。あーで出た、チャボお腹出てるな、本当に。チャボね。チャボは多分デブキモってね、入ると思うんだけどね。全然あの、イケメンで、なんか筋肉もあるから、オッケー。こんぐらいだったらオッケー。まあ、ちょっとお腹がちょっと赤ちゃん払ってるけど。チャボはね、興奮できるな。ただし、チャボは攻めだな。僕、チャボ受けだったら解釈違いなんだよな。体大きいやつは攻めになれってね、あの、おじいちゃんが言ってたからよ。大量の箱を抱えたコルカがたどり着いた後先は、スラム街の一角だった。一応この世界にもスラム街ってやっぱあるんだっけ。運び屋の仕事に手をつけなければ、まだ訪れることもなかっただろう。吐きだめ。吐きだめ。めっちゃ言うやん。チャボ、不愛想なんかな。日常に不平不満を漏らした柄の悪い冒険者が、路地裏で昼から飲んでいる。目の下の不健康なクマ、充血した目は、この世をまるで見ていない。ペンを握るて、その毛には、べっといと粘性のある液体が男であれば、その液体が、明日もこたるものは差しがつく。多分、追っ始めてるんだろうな、出所遠回しが、ふてぶってしく吹かないと。朝から追っ始めたんだな、みたいな、最低の描写だったな、今。除菌しとかないとって。まあ、ウーバーイーツコールか。今、なんか今、匂い嗅ごうとしてたけど、お前、そんなやつじゃねえよな。レンタルボケ。素人くせに荷物渡し方じゃなんだ渡し方はプロとかあんのか、なんだこの背景なんかいろいろと。なんかなぁ、なんか、獣人のポスターとかがあるけどなんだこれは。たまげたなぁ。薬品も大量あるで、ニトロの部屋かなこれ。スラムの青年は、玄関のドア1枚隔てて世間の冷や風に当たったのだが、覚醒するなり全てについて不満を、あらわにした。どのような荷物の渡し方なら満たされたのか。だよね、それ僕も思った。僕もさっき突っ込んじゃったけど、それはこの青年、チャボ自身にもまるでわからない。1日5000ドルあって、この世界だとどうなんだろうね。5000円だったら、1日5000円だったらめちゃくちゃなんとかなるけどね。やっぱニトロのやつじゃない。おめえもそういうタイプか。ガラナチョコレートのガラナ成分だけやつ。ガラナ成分ね、チョコなんかひちゃくちゃごまかしたってチクる。お前、結局マッスルグローしてるだけなんかよ。いや、まあ、薬でしょうね、そこまでいったら。いかに任せて、チョコなしガラナ 100% むさぼり食うチャボ。次に果てたならば、朝から投資のご飯。本当にこいつ、ただニートなんだよな。
シャバ連邦の地方都市の元、あ、そうなんだ、こいつか、こいつなんだ、リオンじゃなくて。チャボなんだ、元名士の息子なんだ。すべてが昨日と同じ明日ならば、このようなウレキスヨエの、没落などまるでありえないブルジョア家庭の御曹司。なんでそんなやつが生活保護みたいな感じになってるんですかね。しかし時代は諸行無常。リオ・バルボロスは突然世界を滅ぼすことをやめ、ガンシュ X の支持率が乱高下、乱高下下がってはいるんだろ、 X ってやっぱ。そのような中、チャボの父親はガチガチの保守派、自由都市宣言を推し進める対立勢力との闘争に巻き込まれて無駄に破れてしまった。へえ。ひっそりと暮らせばいいもの、息苦しくなった地元にさよならせずにはいられない。一家は両手を挙げて先祖代々の土地を売り払い、ダブルアップを狙って博打地味と投資話に加担したのである。なるほどね、完全に投資ミスってんだこれ。それからというもの、一家は離散し、茶碗は名刺の息子から名もなき冒険者一人だ。なんか冒険もしないんじゃないこいつ、もうただのニートじゃない。ゴロつき紛れクエストを受けるその日暮らしの日々、ずれた大人を混ざりながら報酬を奪う毎日かー、生活保護っつ、プライドだけはムクムクと育っていた。だから本当になんか、おい、お前ら見てるか、ほらこれが負け犬ってやつなんだな。どう見ても君は負け犬、ただのちっぽけなクズ野郎、俺と同じさ。どう見てもレビュー低評価、人生どん底でもないさ。でもなんかちょっとまだうろ覚えになっちゃったけど、ちょっとずつね、あれだよ、ハズビホテルの音楽を覚えられるようになってきて、今ちょっとね、4話のね、ルーザーベイビーをね、日本語でちゃんと覚えようとしてるから、ちょっとずつ歌えるようになってきた。そんなゲアリさんが高じて、最近のクエスト不況にいよいよ内なる不満が爆発し、誰に当たり散らすことなく、スラムの一室で一人火花を散らしていたのだ。やりたい時に素直にやりたいとも言えず、セパイアから個人輸入した金製品をたしなむ日々。いや、一応その金製品たしなむつか、輸入するぐらいのね、金はあるんだなって。それもうちょっとなんとかすればいいって、俺の、もうダメだこいつ。黙ってしころ、最低かこいつ。リオンです。ドアの向こうの声色には覚えがあった。はかなき声色が芯がある。 未成年の資質に恵まれた大学の声。こいつら恋人なんかな、いや友人だろうな。立ち退き、じゃあその金製品買おうかに、ね、もうちょっとケチればよかっただろう。もうダメだ、なんか今回、今回もしかハズビホテルですか、もしかして。リオンはチャボの後ろで転がっている、小包と怪しげな薬を目立たく見つけたのだった。もう買うなよ、本当に。お金ねえのに。チャボの、堕落まではるばるを訪れてきたのは、パーティー登録していた友人の冒険者リオン。やっぱ友人なんだ。年齢近い二人、境遇もよく似ており、打ち解け合うまでその時間かからなかった。もしかしてリオンも意外ともう今、絶賛生活保護的な生活環境なのかな。ならず者と組むクエスト家業はスラムと同じだ。仲間がいなければ隙を突かれ奪われてしまう。自由都市、このパイス村の中でこんなね、スラム街があるっていうのを X は認知してるんだろうか。まだ解決できてねえってことだもんな。なんなんだよ、これ、やだな。もう、ゴミ屋敷みたいな感じになってるんだろうな。やだー、ひー。リオンはなんかちゃんと一応仕事はしてるんだよな。じゃあ多分否定はしないってことはしこるってことだよな、リオン。まあ、このチャボとリオンが追っ始めるらしいんだけどね。なんかリオン、なんだろう、名前がリオンのせいで、僕はなんかこのリオンについて今ちょっと気になってます。何このゴロスキー。工房のおっさん、なんだこいつ。あ、リオンも結構あれなんだな。知名度はあるというか認知されてるんだな。ボタから原石、あ、排石から原石、なるほど。なんというか本当にね、 500? なるほどな。リオンはなんかしっかりしてるというか、もう、いや、まあしっかりしてればもっとちゃんとした仕事をやってんじゃないか。リオンもリオンもなんか闇があるんだろうな。なるほど、あ、チャボはそっちか。リオンはもうちょっといい仕事なんだな。退屈な原石の選別作業が始まる。排石の黒い、何これ、手袋だけでなく鼻穴まで汚していく。え、もしかしてここで原石に対してしこるのか。いや、原石管ってやつですか。魔力宿り医者は、魔法触媒としても有能だ。小さな石片だろうが大きな電話つく。迷宮を探索したことがある冒険者は誰でも知っていることだ。
だよな、ほら、ほらすぐやろうとしてる。まあいや、まあダメだよな。シャボの表情が思わず引きつる、嘘の所在を見抜くと、リオンは呆れてうなだれた。もう、リオンももうチャボのこと捨てればいいのに。リオンはね、信頼されてるっぽいんだけどな。選んでるっす。選んでてあんなのか。いや、まあ、さっさと追っ始めてくれめっす。僕、多分リオンとチャボは追っ始める。俺の勘がそう言ってるぜ。よし、じゃあこんなもんかな。時間もちょうどいいんで、4話分で今日はね、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、そんだけね、意外とね、リオンがね、なんだろうな、結構、可愛いやつだったな。僕びっくりしちゃった。なんか全身図見ると可愛いし、名前もね、闇の炎に抱かれて黄色だし、なんかいい感じですね。まあそんなわけでね、また、レンタル冒険者やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価まだでしょ、ぜひよろしくお願いします。また次回の、アナウンサーある実況でお会いしましょう。ではまた。